東京メトロ15000系電車は東京地下鉄東西線用の通勤系電車。2010年5月7日から営業運転を開始した。東西線では朝ラッシュ時の混雑が激しく、そのために列車遅延も発生して大きな問題となっている。このことから各駅の停車時間を短縮して輸送改善に、 有効な車両を導入することを検討した。すでに、東京メトロでは、日比谷線において 03K5、扉車や、東西線において、各車両のドア幅を5 0 0トル拡幅した05、K ワイドドア車を運行しているが、多飛車構造の場合、東西線の輸送条件には適合しないことや、ホームドアを設置した際に、車両の扉とホームドアの位置が合わないことから、 ワイドドア車を再度導入することになった。例語系ワイドドア車は1991年から1992年にかけて5本を導入したことがあり、ワイドドア車両の導入は今回で約18年ぶりとなる。特に東西線において混雑のピーク時に運行する列車、西船橋方面発列車で、かや町に午前8時8時30分頃に到着する。 東京メトロ所属者による運行列車15本に集中導入することで混雑緩和を図る。これには既存の05系ワイドドア車5本と合わせ、さらに検査等の予備車を含めた18本がワイドドア車となる。基本的には05系13次車ベースに1万系の設計思想を取り入れ、快適性や使いやすさの向上、リサイクル性の向上、火災対策の強化、 車体強度の向上、コストダウン、省メンテナンスをコンセプトとしている。1 5 0 0 0系は、当初、0 5系1 4次車として計画されたが、有楽町線、福都新線向けの1万系の使用を採用することから、同系列のシリーズとして、1 5 0 0 0系を名乗ることとなった。2009年度末から2011年度にかけて重量編成13本が、 製造、導入され、零5系の1次車4次車の置き換えを完了させた。2017年1月より増発目的で3編成が増備された。零5系13次車同様のアルミ合金製とし構え体接合に摩擦角半接合を用いた、オールダブルスキン構造を採用している。特に車体材料は、廃車時におけるリサイクル性の向上を図るため、 アルミ合金材質の統一を図っている。バリアフリーの観点から、床面高さは1 1 4 0ト、mm、ルに抑えることで、ホームとの段差は縮小させている。さらに車体隅柱は強化した、ダブルスキン構造の三角形断面とし、屋根構えからだから大枠まで貫通させることで、車体強度の向上を図り、万が一の衝突事故時の安全性を向上させている。 なお、ワイドドア車は、側面開口部が大きいため、車体強度の低下が懸念されることから、側構え体の肉厚化を図るなどして、従来車両と同等の車体強度を確保させた。前面は0 5系8次車以降と同様の縦曲線をベースとしたものだが、前面創下部を黒色でまとめ、頭部周辺はフラットとした。前頭と尾頭は1万系と同様の、 鍵穴形状とし、それを横型に配置したものとなっている。車両前面においては貫通路柱と、側面部分をアルミ部材からの三次元削り出し加工で製作し、台枠と屋根構えからだと強固に接合することで、強度の向上を図っている。下部には、配晶器を設置する。側面のラインカラーは一新し、上部に、水色と紺色、白色の三色ラインを、 下部は車体には水色を、ドア部には紺色を配置して、これらの接合部はグラデーション上に処理している。側面見つけは同様の例ゴ系ワイドドア車に近いが、乗務員室直後も含めて、すべてのドア幅が1800ミ、mm、リメートルとなっている点が異なる。このために、戦闘車は中間車よりも52センチメートル長くなっている。ワイドドアの構造上、 ドア間の側窓は開閉可能な一枚窓だけとなるため、戸袋窓を設置している。また、側面車両番号表記は、車体下部に配置している。二台前の5000系と同じく、先頭部に編成番号が記載されている。内装は、基本的に05系13字車をベースにしたものとなっているが、インテリアカラーを変更した。側面方向の化粧板は、 ライトグレー系を、つま壁は木目調のものを採用し、袖仕切りは明るいパープル色とした。座席モケットは濃い青色で、一人分の掛け幅は 460mm としている。ワイドドアの関係上、ドア間は、先頭車の乗務員室直後は5人掛け、それ以外は6人掛け、車端部は2人掛けの配置となっている。6人掛け座席部には、 スタンションポールを一本設置する。車椅子スペースは編成中の2号車と9号車に設置する。優先席部においては座席モケットを明るい青色とし、この場所の袖仕切り握り棒はオレンジ色の着色品を使用しており、また吊り革は一般席用の灰色品ではなくオレンジ色品を使用している。さらに吊り革高さは 一般席の 1680mm から 1580mm に低下させているほか、優先席を意識して、各車端部の荷棚高さは、一般席の 1750mm から 1700mm として、使いやすさの向上を図っている。客用ドアは、室内側も化粧板仕上げで、すべてのドア開口幅は、ワイドドアとした 1800mm である。ドアエンジンは、 従来からの空気圧式であり、兵皮後一定時間固兵力を弱めると平地から弱め機構を設置する。バリアフリーとして、ドアの開閉動作と乗降促進ボタン操作時に赤く点滅するドア開閉表示灯を設置するほか、出入後部の床面には黄色の出入り口識別表示板を設置している。ドアチャイムについても1万系などと同じ三打式になった。 冷房装置は三菱電気製集中式の稼働率制御方式で容量は 58.14kW である。装置は従来の冷誤系13次車と同等であるが本系列では駅構内での温度上昇を防ぐために駅部においては空調装置からの排熱を抑制する機能を追加している。車内案内表示器には1万系で実績のある。 液晶ディスプレイ方式を採用し、角度ア上に2画面を設置する。表示内容は左側を、東京メトロビジョンの広告動画用、右側は旅客への行き先、乗り換え案内などに使用する。各配信映像は、中の方戦頭車である15000系のメディア、中央装置内で情報処理され、各車両にはデジタル伝送の上、メディア端末装置に記録されて、 各メディア表示機に表示される。このため、15000型には送受信装置が搭載されており、拠点駅において、高速無線通信を使用して、広告映像の自動更新を行うほか、運行指標等の異常時には、携帯電話通信回線を使用して、運行情報の配信を行う機能を設けている。また、英文の文字は、 全角 A 数である。全面、側面の行き先表示器は、視認性向上を目的に、従来の三色 LED 方式から、東京メトロでは、初採用となる種別表示部を、フルカラー方式、行き先表示部を白色 LED 方式とした。この行き先表示器は、車両制御情報管理装置から設定を行い、TIS から送られる、種別、路線、行き先、次路線の、 各コードからの情報により、列車種別行き先表示、乗り入れ先路線を3秒ごとに切り替えて表示する、機能を持つ。書体についても、東京メトロでは初めてゴシック体が採用された。例語系では、通勤快速を、通り回、東洋快速を、あずま回と、略表記していたが、本系列では、通勤快速、東洋快速と略さず表記する。また、 本系列では B 線の優等列車で通過駅がなくなる区間に入ると種別は無表示になるものだったが、車内放送ロム更新と同時に青の背景に各駅停車と表示されるものに変わる仕様に変更された。放送装置には自動放送装置を搭載しているほか、車外案内用スピーカーを設置している。運転台乗務員室の配置については、 乗務員の聞き取り扱い性を考慮して05系80車以降と同様の配置とされている。マスコンハンドルは左手操作式を採用しており、取っ手部分にデッドマンレバーを組み込んでいる。また右上には JR 線で使用するデジタル列車無線の紙、モニター表示器を設置している。乗務員室と客室の仕切りには窓が3カ所あり、 客室側から見て左から順に大窓、乗務員室扉、細長い窓であり、すべて透明ガラスである。車高膜は大窓、乗務員室扉窓に設置してある。基本的に1万系をベースとしているが、東西線では乗り入れ先を含めて、高速性能を必要としないことから、歯車比と、手電動機出力などを変更している。 重量編成中の MT 比は 5M、5T 構成としている。制御装置は三菱電機製の IPM 方式の2、レベルイグブと素子を使用した VVVF インバータ、制御方式である。制御方式は 1C4M2 群、または 1C4M1 群制御方式であり、トルク制御は、PG センサレスベクトル制御方式を採用し、純電気ブレーキ機能を有する。 本系列の走行機器には銀座線向けで HKA 第38編成で実用化試験を実施してきた永久磁石同期電動機を使用した VVVF インバータ制御方式も考えられたが同方式の 1500V 用システムは本系列の製造時に実用化が間に合わないことから従来の誘導電動機方式が採用されたただし主電動機は 使用の見直しを行うことで効率を従来の92%から95%へと向上させまた効率向上により電動機からの発熱が減少するため出力は余裕を持たせた 225kW と高出力化し回生ブレーキの負担割合向上上調性の向上も図られたまた歯車比は101、14を高くすることで 地下鉄線内で必要とする、主に低速から中速域での主、電動機効率向上による車両性能の向上を図れるものとした。本系列ではフィルタリアクトルの材質を従来のアルミニウムから電気抵抗値の小さい銅に変更して電気損失を約41%低減させるものとした。銅製はアルミ製よりも重量が約二倍に増加するが、 トータル的に見て、省エネルギー効果の方が高いと判断して採用したものである。内容は前述した、主電動機仕様の見直し、ピルタリアクトルの材質変更、さらには改正ブレーキ性能向上のための隠し改良を実施しており、同様の編成形態である英ゴ系11時車以降と比較して、車両重量差を考慮しても、 約15%消費電力削減が実現している。補助電源装置は、イグブと素子を使用した、東芝製2 4 9クバ出力製紙系インバータを採用している。出力電圧は参照交流 440V としており、故障時に備えて15,600型には、受給電を行う受給電箱を設置する。終電装置は、 シングルアーム式パンタグラフを編成で5台搭載する。空気圧縮機は三菱電気製の周辺機器1、体型のスクロール式コンプレッサが使用されている。この CP は小容量のスクロールコンプレッサ3台と、起動装置や除湿装置などの周辺機器を一つの箱に集約したもので、低騒音やメンテナンス性に優れたものである。台車は、 モノリンク式軸箱支持のボルスタ付け台車を採用しており、1万系に採用した同タイプの台車を東西線の線形条件に合わせて改良を加えたもので、形式は1万系の FS777 型に続く FS778 系である。基礎ブレーキはユニットブレーキを使用する。保安装置は東西線内で使用する。 デジタル伝送方式の新 CSATC 装置、東洋高速線内で使用する WSATC 装置を一体型の ATC 装置として搭載するほか、JR 中央観光線及び総武観光線用の ATSP 装置を搭載する。2010年末より、 15106編成の15506号車において、三菱電気製永久磁石同期電動機用、制御装置の実車試験が実施されていた。現在は、元の誘導電動機に戻っている。ありがとうございます。